この服、お出かけ用のお気に入りなんです。ジュニオールのお散歩の時、よく着てるんですよ。公園の屋台って、いろいろなお料理があるんですね。それに焼き芋まで、私知りませんでした。でも、歩きながらお芋を食べるんですか？焼きたてが一番。確かに、そうですね。冷めちゃう前に食べないと。それじゃあ一緒に、いただきます。時間がたくさんあったのでおしゃれしてきちゃいました。私のお気に入りの服なんです。小物も一緒に合わせてみたんですけど、どうですか？ありがとうございます。ジュニオールもこの服がお気に入りなんですよ。お散歩の時に着ていくと、すっごく喜んでくれるんです。はい。でも、言われてみれば不思議ですね。いつもは私の服を気にしたりしないんですけど、この服の時だけ、確かにご機嫌なんですよね。どうしてなんでしょう。どういうことですか、プロデューサーさん。あ、私が嬉しそうだから、ジュニオールも一緒に嬉しくなっちゃうんですね。え、プロデューサーさんも私を見て嬉しくなっちゃうってことですか？そうだったんですね。私、浮かれちゃってたし、子供っぽいかなって思ってたんですけど。もしかしてプロデューサーさんも？お気に入りの服で嬉しそうにしてるプロデューサーさん。今度着てきてください。プロデューサーさんのお気に入りのお洋服、私見てみたいです。いきなり雪が降ってくるなんて、びっくりしましたね、プロデューサーさん。はい、大丈夫です。さっき雪を払ってもらったので、ありがとうございます。私が嬉しいってこと。実はお
出かけの時に雪が降るとは思わなくて、だからちょっとワクワクしてるんです。はい。でもそれだけじゃなくて、今日はプロデューサーさんと半分こしたり、雪の中濡れないようにいっぱい走ったり、なんだかいつもと違うことばかりで楽しいです。あ、それは困っちゃいますね。お家までちゃんと帰れるかな。あのプロデューサーさん、このまま雪が止まなくて電車が動かなかったら。今夜はどこかで過ごさないといけないですよね。もしかしてショッピングモールにお泊まりとか。そっか、そうですよね。雪で電車が止まってお外で一晩過ごす、そんなドラマを見たことがある気がして。でも私全然心配してないんです。だってプロデューサーさんが一緒ですから。あ、そうですね、きっとパパもママも心配してると思います。ママには。